ではお願いします。お願いします。名前と所属チームをお願いします。はい、日テレ東京ヴェルディベレーザの植木理子です。あだ名は基本はリコって呼ばれるんですけど、同じリコっていう選手がいて、その人は植吉って呼びます。植吉？はい。おもろいな。リコと植吉以外はない。そうですね、言われたことないですね。やっぱリコが呼びやすいんで、あんまりあだ名にならないですね。確かに。はい。そしたら生年月日は1999年7月30日生まれです。年齢は23歳です。若いなぁ。はい、血液型 B 型です。なるみちゃんと一緒や。あ、本当ですか。なるみさんって B 型なんだ。うん、B 型って言った。喫水の多分 B 型な感じします。自分どういうとこが飽き性とか B 型っぽいと思います。 B 型って飽き性なんや。熱しやすく冷めやすいって思います。なるほど。はい、じゃあ星座は獅子座です。獅子は神奈川県の川崎市です。あれ、なるみちゃん神奈川県の、あ、川崎市一緒です。やんな、めっちゃ一緒やん。はい、はい、すごい。そうです。はい、じゃあ最近のマイブームは2つあって、まあでも最近っていうか割とずっとなんですけど、いい、あのライブに行くこととこの漫画を読むのはずっとマイブームです。それさ、なるみちゃんからも言われててんけど。あ、そうなんですか。もう漫画の話出したら延々とするから、振らん方がいい的な感じで言われて、だから今日アピールしようと思って、あの背景ここにしようと思って。いや、もうこの画面に映った瞬間に思ってんやんか。ツッコみたかって。しかもあの元々モザイクかかってたんですけど外してきました。ありがとう、外してくれてありがとう。ありがとうございます。じゃあちなみにめちゃくちゃ一番お気に入りな漫画は。あ、それなんか自分シーズンによって変わるんですけど、うん、最近はあの、うん、あそこら辺のフィギュアとかで、ここに漫画があるんですけど、うん、東京リベンジャーズっていうなんかヤンキーの漫画が好きです。おもろいでな。お、見てますか。見てる見てる。あ、めっちゃ好きです。キャラは誰が好き。あ、三ツ矢推しです。あー、そうなんや。違いますか。違う。当てます。あの、いいよ、当てて。ちふゆ。違う。マイキーだ。あー、鳥。お、言った。ガゼンマイキー推し。でもあれですか、黒髪センターパートもマイキーやってましたよね。いや、これは関係ないか。関係ない関係ない。最近まで半分やったしさ。あ、そうだそうだ。でもさ、ちょっとさ、この半分やったらさ、東京リベンジャーズ出てそうじゃない。そうですね、あの長さが結構マイキーっぽい今。マイキーっぽい今。いや、マイキー好きやねん。ごめんごめんごめん、ガッサの話はええねん。もうちょっと漫画の話聞きたいな。何がいいかな。あ、じゃあこの漫画見てほしい、おすすめの漫画、リベンジャーズ以外で。おすすめの漫画はジャイアントキリング。面白いでな。面白いですよね。あれはサッカーやってる人は見た方がいいですね。いや、間違いない、めちゃくちゃ面白い。あれは、はい、熱いです、ほんま。うわ、懐かしいな。もうだいぶ前やわ、読んだ。そうですね、もうでもずっとまだワンシーズン目をやってます。え、そうなんや。すごい。続いてます。え、待って待って、どんぐらいある、漫画何冊ぐらいある。多分1000冊超えたはずです。すごい。ちょっとやばい。ちょっと待って、もうこの話して終わらんから、ちょっととりあえず一回区切るわ。ごめんな、ありがとう。ありがとう。そしたらちょっとサッカーの話行くねんけど、はい、誰もが分かってるけど、ポジションはフォワードです。得意なプレーはゴールに向かうプレーと、あと気持ちです。おお、いいね。じゃあ対戦した相手で一番嫌やった相手、選手は。高橋花かも。自分花一応親友なんですけど、うんうん、あっちはなんて言うか分かんないですけど、うん、一緒に試合に出たいとかそういう気持ちはありますけど、やっぱ対戦するのはすごい嫌な選手です、ね、例えば具体的にこういうプレーが嫌みたいな。やっぱ前に強いですし、足も速いし、空中戦も強いし、まずフィジカルの部分で一個も勝てないっていうのはだいぶやれることが限られてくるんで、あとは花も多分気持ちのタイプなので、一緒に対戦したら楽しいは楽しいですけど、ちょっとタイプも一緒っていうのはちょっとやりにくいですね。いい、ありがとう、すごい貴重な話。そしたら A チャンネルまだ登録してくれてないやん、だから今すぐ登録して。ま、今します。ありがとう。カタカナで A チャンネルって入れたら出てくるから。A チャンネル
登録します、はい、ありがとう完璧、はい、そしたら誰紹介してくれる？平尾ちか、ちかちゃんね、平尾ちかちゃん、はい、あー、オッケーオッケーオッケー、はい、電話して、スピーカーで、オッケーです、出ますか？うん、聞こえる、出るかな、もしもし、今大丈夫？今大丈夫だよ、今、エースチャンネルってわかる？田中明日菜さんのエースチャンネル、アポなしで電話して次の人につなぐっていう企画のやってて、ちかさんに電話してみたんですけど選ばれました。ありがとうございます。もしもし、ちかちゃん、はい、初めまして。はじめまして、田中明日菜です。こんばんは。こんばんは。次回エースチャンネル出演してくれるかな？いいんですか？そこはいいと思うっていうとこやん。あ、すいません頭が働いてなかったです。え、お願いできる？平気？いいと思う。ありがとう。じゃあまた後で連絡します。はい、じゃあね。ありがとう。よかった、よかったよかった。じゃあさ、ピカちゃんとのさ関係性みたいなの教えて。ちかさんは、まあ、代表でよく一緒にして、うん、お兄ちゃんみたいな感じで可愛がってくれる先輩です。なるほど。そしたらちかちゃんにこの A チャンネル出演するにあたってのメッセージみたいなもらえる？まずちかさんは笑顔が可愛いので、それを存分に発揮してもらいたいなと思います。ありがとう。ほんでこれラストやねんけど、この A チャンネルを見てくれてる視聴者の皆さんにメッセージというか一言もらえる？はい、 A チャンネルをご覧の皆さん、これ言いたかったこのチャンネルとかを自分を見て、その女子サッカーに興味を持ってたくさん試合に足を運んでほしいなと思います。これからも楽しんでみてください。高橋花に昨日このエースチャンネル出れるんだって言ったら、めっちゃ楽しい撮影だったから楽しんできてって言われてます。ありがとう花ちゃん、ありがとう花ちゃん、最高だったわ花は面白いんで、はい、ちなみに花ちゃんの回見てくれた？見ました、全部見ました。マジで？すごい、ほんまに結構見てます。ありがとう、ほんまありがとう、うん、登録、チャンネル登録外してあかんねん。絶対外さないですあと宣伝もよろしく。はい、絶対します。